ですけど3分前に始めちゃいました。ほんで飛んでですね、なぜここに立っているかというと、6時まで投げない方が良かったの。そうかも、6時からかも。投票にしとこう、忘れてた、ごめんね。6時になったら解放するから。ごめんね、私が長く始めたのが僕、この系長いね、なんか嫌。また前料理する配信来るだって。皆さん、なんと私今日初ショールーム初クッキングしまーすの前にちょっとリップ塗って口乾燥して、あと2分で始まる。で、始まったらクッキング再開します。再開っていうか、なんか今下準備みたいなのはしてて、そう、下準備みたいなのはしてて、2回言うのやめてくれって。あと1分ぐらい待ってくださいね。下準備してたの。最近ちょっと今日ちょっとマジで良くない調子が。あともう5秒。はい、なったので終了します。1が多いですね。はい、ということで今日からイベントが始まります。皆さんはよろしくお願いします。イベントだよね。いや、反映されてないけど大丈夫、これ始まってるよね。今日からだよね、反映されてなくない？おお、ちょっと待って、一回切っていい？反映されてなくない？参加できてなくない？なんか嘘だよ、嘘だよね。今日からだよね。しばらく経ってから表示されること多いんだった。あ、本当？じゃあいっか、このままで。反映された、反映されたよ。びっくりした、ビビるじゃん、やめてよ。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。ということで今日はショールームで初ショールーム初クッキングをしたいと思います。私こう見えて、まあ何年ショールームやってきたんだってことなんですけど、クッキングをするのは初めてでございます。ひろみくん、だるまありがとう。そう、って嘘、今までやる詐欺をしてきたので、
ラミチンさんもしろんありがとうございます。ひなこでだるまありがとうございます。ゆうとさんもこばありがとう。ひろみくんも星ありがとう。高見のたかこさんもうちはありがとう。何っちゅう、何作るの。だってはい、ここで何を作るでしょう。そんな分かるわけないか。じゃあ私が今配信始める前に下準備してたのでちょっと見てきませんか。じゃあ鼻水出た。ゆうとさんだるまありがとう。ゆうまさんもハートありがとう。ソースさんも金のタコありがとう。この細長いものは何で。ソースさんペンライターありがとう。キンチンチンジルさんもハートありがとう。ソースさんパチパチありがとう。リデンさんも流れ星ありがとう。これが1本2本3本折れた折れそうで5本です。合計ハクロさんあとありがとう。え待って、1位の人強っ。まあでも楽しくやりましょう。いやこれを食べやすいサイズにカットするから大丈夫で、ああだからもうこのこういう感じでご飯あるわけね。でこれをまず塩コショウなんですけど、塩コショウがちょっと切れちゃったので別々でかけたいと思います。これはヨートさんだるまありがとう。これはだるまを、だるまをじゃない、あのアスパラガスを豚バラで巻いてます。だからこれをね一回ねちょっと集まってみんな。ひろみくんだるまありがとう。ひろみさんもハートありがとう。みんさんも金のだるまありがとう。はるちゅんもハートありがとう。これはねまずちょっと見せなんか手元がさ見えないってどういうことって感じ。ごめんね、でもねいい画角がないんよ。一番好きな料理だって本当に。これ実は昨日作ったんだよね夜、普通に夜ご飯として。で私料理できない系女子だから普通に昨日料理作って、そして意外とうまくできて、やればできるじゃんってなって、そう弟にも食べさせたので、そうそう。タランちゃんさんも金のだるまありがとう。天地前さんも流れ星ありがとう。で弟はお前すごいなって、お前すごいなって、あの弟がですよ。配信いつも見てくださってる方は分かると思う、あの弟がお前すごいじゃんって言ってくれたから、そうだから、そしたらですね、野村さんハートありがとうございます。そしたら今塩コショウをかけたので次は小麦粉を今かけます。今ねまだこんな感じで、こんな感じだからピンクメスもあとありがとう。これに小麦粉をかけます。なんで小麦粉をかけるかっていうと、このお肉アスパラガスをお肉で巻いてるから
なんかね、アスパラガスとベーコンとか作ったことある人いるかな。なんかね、剥がれにくいじゃん、やっぱり。お肉とアスパラガスが分離しちゃう。その剥がれにくい、間違えた、剥がれやすいから、焼いてる時とか。だからこうやって小麦粉をかけることによって剥がれにくくします。で裏返して、やばい、もう折れそう、折れたんだよね、てか途中で折れちゃった。ドンマイ。でも折れてもどうせ切るから大丈夫。タカさん、ティンのだるまありがとう。ピンクカメラさんもだるまありがとう。みたいな感じで、こうやってかけます。そしたらこんな感じでまぶしました、小麦粉。ほんなら火をつけて、でこれ火をつけるんですけど、危ないので見ててね、みんな。てかワンちゃん弟が、入れられないじゃん。弟が帰ってくる説あるからね、こうやって料理してる時。トッククさんも金のだるまありがとう。ピンクカメラさんも金のだるまありがとう。そう、それで包丁を出して、これをね切ります。食べやすいサイズに。ちっちゃい方がね、ちっちゃい、間違えた、短い方が多分ね食べやすいと思う。でもこれでも私一応料理教室は何度か行っているので、こんな感じで。まあこんな感じで短くします。ほらなんかなんでもない。それでまあこうやってこうやって短くしたな。焼いていきます。お金いっぱいねあるからね、弟に食べさせたいと思います。でもね、昨日もこれだったからさ、さすがに飽きちゃう。カッチーさん、だるまありがとう。みんな思うことは、
を敷き詰めていきます。フライパンにでっかいチャーラーね、今焼き始めましたよ。一回見せるから待ってね。これもういらないかな、包丁。いい音がしてるよ、ちょっとだけ。ちょっと換気扇つけるからうるさいかも。今は感じです。これはね、ちょっと赤澤さん、滝のだるまありがとう。え、すごくない？ねえ、私がさ、料理してるのみんなに見せるの初めてだよ。すごいでしょ。きな粉にしてはって感じでしょ。きな粉にしてはすごいじゃんって感じでしょ。幻さんありがとうございます。今日はすっぴんでごめんなさい。今日は普通に大学だったんですけど、一旦朝早起きしたのね。でもう一回寝たので、起きたらめっちゃ眠くてメイクする気力なくて大学行かないといけなかったんだけど、まあ、今日すっぴんでいいやと思ってすっぴんで行きました。きなこのきなこ坊さん、だるまありがとうございます。やばい、取れそうなアスパラくんが1本。料理できるなんて意外だって。わかる、よく言われる、よく言われるから全然いいよ。料理できなそうって言われる。それでさ、悔しいって思ってない自分もいるんで、ね、怖いよね。悔しいと思ってない自分が悔しい。これね、本当に美味しかったのって昨日食べたんだけど、なんかご飯に合う。何作ってるの？アスパラの豚バラ巻きみたいな。アスパラの豚バラ巻きみたいな。
いい感じに焼けてきましたよ。味付けがさ、美味しいな、これ。焼いてるときバラバラ、そう、バラバラにね、なりやすいんだよね。でも今んとこ大丈夫だけど、ちょっと危ないかな。髪の毛を暗くしたいんだよね。暗くするから。ちなみに今日も弟の服、あ、いい感じに焼けてきましたので両面。そしたら一回見せようか。じゃーんっていう感じ。余分な油をね取りたいと思います。え、いい色じゃない。ここで余分な油を取ります。え、マジでこれみんなに作ってあげたいレベルで美味しいね。アームさん、たくさんあった、ありがとう。フライパンになりたい、やばい。ここで余分な油を取ったら調味料を入れていきます。調味料はもうね、できるからね。もうできるよ、みんな。さ、醤油、醤油大さじ1杯表面張力まで入れてくださいってよく言われる。クッキングの人も料理の人も。次、お酒、料理酒大さじ1杯。次、みりん大さじ1杯入れます。砂糖大さじ1杯。砂糖は体にいいのを使ってます。だからラカントってやつ使ってます。大さじ1杯。まあ一応今適当に入れたけど、まあ大体あって大さじ1杯。そう、砂糖をね大さじ1杯入れる。そしたらグッチュとグッチュグッチュと焼いていきます。旦那さんも帰ってくるのだって、あと30分ぐらいかな。バカみたい、本当に、難しい。え、待って、もう美味しそう。ね、こういうのってさ、熱々で食べるのがさ、美味しくない。片付けしてもなんか本当はこれ昨日作ったから他にも料理挑戦しようかなって思ったんだけど、アスパラをいっぱい買っちゃってさ、でベーコンもあったからベーコン巻きにしようかなと思ってる。豚バラもさっさと使えちゃった、買ったから。あ、今日は1枚も剥がれてない。カッチンさん、だるまありがとう。ひどくいのじゃ、甘め辛めだって。ん、甘めかな、どうだろう、甘めじゃない、辛くはない、多分わかんない、ちょっとそこまで。だってあんま料理しないから実は。
もこれを機に料理いっぱいしようって思った。なんか昨日料理モチベがめっちゃ高くて、タカさんティーナダルマありがとう。昨日もねめっちゃ料理モチベ高くて、そうお母さんにいろいろ聞いてスーパーとかも行ったりして一人でっていうぐらい料理モチベがバカ高かったから、ね、美味しそうだよ。どうする？めちゃくちゃ美味しそうだけどどうする？ライジさん流れ星ありがとう。マクリザス様からありがとう。ワンタンメンさん流れ星ありがとう。でそれでこれね、ちょっとまあいい感じに混ぜたら蓋をして2分ね、2分ほど煮詰めたいと思う。煮詰める、しっかり。2分くらい。ピンクメさんだるまありがとう。太いボーイのねさっきのだるまありがとう。ハラちゃんのハートありがとう。そう2分我慢、何も触らない。昨日は水切りヨーグルトも作ったの。すごくない？これで待って、ケンネさん、本当ありがとう。もうちょっと待つね。なんか作ってみたい。他にあった。これはね、TikTok で見たんだよね。美味しそうと思って作った。これ作ろう。今美味しそうなのについたから、まずボウルを1個、料理中ですよ。これちょっと弱火で、もう多分ね2分ぐらい経ってるんだけど、絶対したら混ぜます。野丸さんあとありがとう。マヨネーズくんを
ズだよね。これマヨネーズだよね。なんか変なのじゃないの。これとあとこれチーズ。チーズを。チーズなんてね、何倍あっても美味しいですよ。で、わー、やばい。見て。やばくない？ねえ。お皿に移します。今回はこのお皿にします。ちょっと待ってね。ちょっと割り箸でいいや。見せるから待ってね。汁出すぎだな。え？出すぎ？これ。でも出すぎの方が美味しくない？そんなことない。出すぎ良くない？わかんないその料理さ。あ、経験なんていうの？経験するじゃないからさ。そしたらこれを入れていきます。もうね、こういうのはバーッと入れちゃいます。見栄えが悪いんだけど、絶対に。あら、美味しそう。そしたら、一旦フライパンを置いて冷まします。たら、待って、やばいよ。それでは、ひなこ特製、じゃーん。あ、ちょっと待って、もう一回写真だけ撮りました。これ、そのこのさっき卵とチーズとマヨネーズ、塩コショウを入れたのをよく混ぜて、これを、たまん姉さんだるま、ありがとうございます。やればできるか。きなこはやればできるんだよ、うん、料理趣味にしようか。私さ、趣味がないからさ。趣味がない人ってさ、
嫌じゃん。しかもさ、趣味って何ですかって聞かれてさみたいなさ、なってるのも嫌じゃん。で、これはね、こういう、まあこういう感じの器にこんな感じでサランラップを開いて、その中にこんな感じ入れて、まず10秒チンするの、ほんと10秒。柴田さん、昨日だるまありがとう。10秒でそしたら、10秒は嘘か、もうちょっとやろう。まだいける大丈夫です、割れてない。プラスチックだから今落ちたやつ。もうそうしよう、こうしよう。もう一回チンします。で、その間にこれを食べましょうか。いただきます。これは自分で作ったと思うな。生意気。自分で作ったと思うな。そしたら、あー、なんか本当は思ったのと違うのができたんだけど、でも本当はなんかサランラップでやりたかったけど、私がサランラップの、あの許容範囲を理解してなかった。だからね、これね、本当はね、信じらんない。
きりないかと思ったじゃん。ケチャップがないかと思った。なんかもう勝手にさ、途中からこれは美味しいだろうっていう確信で動いてるんだ。やばいの、やばいの、これがもう出来作、出来作っていうの。ね、うちにしたらすごくない？褒めてほしいんだけど。うちにしたらすごいよな。であとこの昨日はさつまいもも作ったの。さつまいもも作った。なんかさつまいもを切って水にさらしてチンしてバター焼きみたいにしたんだよ。ゆうやさんは気になるの、ありがとう。ちょっと一旦これ食べてみます。これは出来心で作ったので、うん、おいしい。アキアさん、ハートありがとう。おいしいおいしい。チーズも入ってるのこれ。結構量あってる。そうだから、これ一人で食べきれないから、弟に贈呈します。うん、美味しいわ。やばい、これみんなに作りたい。みんなに作って、あんして、いいよ。あん、
らってありがとう。ゆうさんありがとう、ゆうさんもありがとう。なんか味濃いのこれ。おいしい。さつまいも作りたくなってきたけどどうしよう。でまだ時間あるんだよ。ピンクマさんだるまありがとう。どうする？いつものとこ。よいしょ。これ全部食べれないから弟にあげよう。いつもの場所。卵は先食べようか。なんでかっていうとチーズが入ってるから。美味しいよ。みんなに作りたいぐらい。もぐもぐ配信。でもさ、このアスパラのやつ作ったけどさ、なんか弟嫌だっていうかな。昨日も同じの作ってさ、作ってるからさ。
渡辺さん流れ星ありがとう、百鬼だありがとう。とりあえずこの卵だけ完食させていただいて、何のバイブ？渡辺さんハートありがとう。コーラルリーフさんもティーナダルマありがとう。スナメタルさんもハートありがとう。え、これはさ、おすすめの教授にも食べさせたい。これコアラのリーフさん、コマありがとう。スナメタラさんも、チンのダルマありがとう。スペースゴスもバラありがとう。今、もうこんな時間なんだ。今日の配信どんな感じするね。なんかこんな料理とか作っちゃってさ、あの癖の強い教授、いやいや、いやいや、草尾さんもだるまありがとう。いやいや、あん、けんちんじるさん、ハートありがとう。さっき秋葉原の駅前で月曜から復讐さ、うん、でも分かる、よくいるよね。じゃあ映るってこと？美味しいよ、みんな、みんなにあげたい。今から届けようか、スピード便で。
カリスさんもティナダルもありがとう。いっそ YouTuber ね、やっとね、ドバイのこの辺編集取り掛かってるの。食べても食べてもなくならないからさ、みんなに届けたい。そう、ちょっと聞いてほしい話ある。まこやんさん、ハートありがとうございます。もうね、今日歩いてたの、歩いてたのね、めっちゃドスッピンで。で、歩いてたんだけど、なんか、で、スマホ見てたから、下とか向いたりして、そうそう。みたいな感じだったんだけど。なんか、ふと、前を見たら、なんかめっちゃひななさんに似てる人いて。そう。え？みたいな。いや、でも、なんかマスクしてたからちょっとわかんなくて。ぽいな、みたいな。そう、実は少し前にもイクミンと偶然に会って、なんか偶然会うこと多いんだよね。千織さんも前偶然会ったし、この間はイクミンに遭遇して話したの。えって。で、今日はひななさん見て、ん？みたいな。え、でも違うかも、わからない。マスクしてたからわかんない。ぽい人がいただけっていう話。声かけなかったのよって。いや、だってそれで違ったら嫌なんだもん。だるまありがとうございます。そう、違ったら気まずい。
マスクしててもひねこすぐ分かりそうって本当？ええやん、どうせ二度と会うこともないだろうし。おいおい、何言ってんだよ。あ、お腹の音聞こえたの？聞こえてないと思って何も言わなかったのに、やらかした。ん？1時間経ったね。どうしようか。どっちよっか。カピオジさん、ジーノ、ナルマ、ありがとうございます。ハンマでする。確かにハンマでしようか。そうしよう。明日は夜になるかな。同じくらいの時間からになりますね。うん、たくさんありがとうございます。コーラルリーフさんも T ありがとう。じゃあハンマーでするんだけど、とりあえずこのアスパラちゃんを保管してしていいですか。保管、とりあえずハンマーでやって
ってするから、行ってくるよ。待っててね。ちょっと待ってて。キュみんな聞いて、みんな聞いて、痛い、みんな、みんな聞いて、サランラップ出そうとしたらサランラップの尖ってるところで尖ってるとこ触っちゃって血出てきた、ここ、ほら、そんなんで行ってくんなよって感じだね。ごめんね。でもね、痛くてみんなにすぐ報告したかったもん。痛いよ、ほら血出てる。待ってて。てかさ、うん、痛い、この針、針じゃない、もうサランラップなくなったかと思った。なわけないよね。なわけなくない？普通に考えて。あ、これもだった。
待たせ。ごめんね、お待たせしちゃって。あとは弟に贈呈します。7時半までだから、なんか歌おうかな。カラオケどう？どう？あり？なし？でみんなのリクエスト歌うよ。言ってみ？言ってみ？おもろさんぽありがとう。ゆうやさんもハートありがとう。え、待って、これさ、ぶっ続きで8時までやっちゃおうかな。どう思う？よくないね、あんまり。よくない？コーラリーフさん、ハートありがとう。じゃあ8時までやっちゃうね。で、何を歌ってほしいですか？どうぞ。信じだよってやつ。歌えだよ。わかんない、あの曲。私の兄ちゃんが歌える、それ。信じだよ。2時間超えないようにする。だから8時のちょっと前に終わる。それだったらいいでしょ、安心でしょ。じゃあ50分にランキング読んで、ランキング見終わったらもうスパッと終わろう。じゃあ歌歌いますけど、何がいいかな、何がいい。蜂の巣ダンス、お腹いっぱいだね。まぼるさんとありがとう。めばるさんもだるまありがとう。ういっちょ。2B いいね、いいね。なんかよくわかんないから適当に歌おうか。
これは？たけしさん、ハートの流れ星ありがとう。ねばるさん、お手の電話ありがとう。歌えるかな。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空も太陽から逃げられない。いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち SNS あげてみた。料理の写真ぼんやりと誰かの影、さりげなく片思い。待って、めっちゃ話した。生さんありがとう。男性さんありがとう。まあいいか、歌えてればいいんだよ。歌えてる、そうでしょ。波打ち際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気を読めないピエロたちか。私の憶測で歌ってる。スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけど、さあその前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて林立ててる。目隠しされた僕が迷ってると、君の声だけ聞こえた。ハッシュタグ運命だ、後でつぶやく、その時に感じたこと誰か聞いてくれ。奇跡はあるよ、叫びたい今の想い、愛しさを拡散だ。ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく、この胸の熱い気持ちリプライ君からだ。スイカの写真空振りの僕が写る、大好きな人となう、大好きな人となう。なんか思ったんだけどさ、やっぱ料理配信とかしてるとあっという間に時間経つわ、本当に。で、手痛いし、なんで。料理の写真。あとなんかないかな。これ歌ってみよう。歌えないかも、めちゃくちゃ。
本当に歌えないかも、これだけで。インフルエンサー、バン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 、インフルエンサー。いつだって知らないうちに僕は見回している。君がどこで何をしているか気になってしまう。声くらいかければいい、誰もが思うだろう。君がいる場所が分かったら僕には地図になるんだ。気配以上会話未満、恋はいつもよそよそしい。胸騒ぎが聞こえないように、世界から言葉なんか消えてしまえばいい。地球と太陽みたいに光と影が生まれて、君を探してばかり距離は縮まらない。重力引力惹かれて1から10まで君次第、存在するだけで影響を与えてる。むずブン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 、インフルエンサー。その他の誰かなんて全然興味ない。もう2番なんて特に分かんないよ。を考えてるか知りたくてしょうがない。ミュージックやファッションとか映画や小説とか、お気に入りのもの手にすれば時間を共有できるんだ。外見よりももっと深く恋は内面覗くことさ。君らしさに溺れてしまう切なさが物足りない、僕は叫んでいる。時点と交点みたいに意識と愛が回って君を思い続ける。宇宙の中心さ、どんなに離れていったって働きかけるその力。もし君がいなくなったら僕は僕じゃなくなる。インフルエンサー、むずいよ。2番なんて特にわからないよ。地球と太陽みたいに光と影が生まれて、君を探してばかり距離は縮まらない。重力引力惹かれて1から10まで君次第、存在するだけで影響を与えてる。インフルエンサー、難しいね、さすがに。これ歌おう。
シード、ジフテ、アラザワンテ、キンキ、キンチ、アキアカモテ、ハンソク、イジアン、コロナマンデアナンデス、ムデア、ソチテナテ。ちょっとこれ歌えないわ。It's not me, it's not me, yeah, 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 bing, bang, bang, bing, bang, bang, bong, bing, bang, bang.強く発揮しきる前に相手の方がバックれてくらんし、アーカーに切るハードルベリーハッピー、明らかにダントツでピカイチ、相変わらずダッピしてる毎日。だらなーな光もいらないお前のアイスより愛しい、俺パッと見できないことばっかりだけどベリーハッピー、あきれてるあきれてる周り恵まれてる家族友達、もう反則的たちいちみんな俺のやつだけはいい、教科書いない問題集ない茶畑の鏡を鏡答えちゃって Who the best? I'm the best、 うん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 、生身のまま行けるとこ待って To the next to the each one way、 The city bing bang bang bing bang bang bing bang bang bong、 Bing bang bang bing bang bang bing bang bang bong、 Bing bang bang bing bang bang bing bang bang bong、 To the next to the each one way、エイデイ俺のままでいるだけでしょフレックス、エイデイ誰も口を挟めない、エイデイ俺のままでいるだけでしょフレックス、エイデイ誰も口を挟ませない、いくいきもない前科もない余裕で、この存在自体が文化財の、おお分かんないこっからこっち社会の勉強の愛者、わかんないかも、ここから京香ちゃん毎日締めに来るってマジで意外なんだけど、いやわかんない、これ歌えないわ、鏡よ鏡答えちゃって Who the best? I'm the best on game、生身のまま行けるとこ待って To the next to the each one way、 The city bing bang bang bing bang bang bing bang bang bong、 Bing bang bang bing bang bang bing bang bang bong、 Bing bang bang bing bang bang bing bang bang bong、 To the next to the each one way、 Ain't they 俺のままでいるだけでしょフレックス、 Ain't they 誰も口を挟めない、エイデイ俺のままでいるだけでしょフレックス、エイデイ誰も口を挟ませない、ドリフの早口言葉って何、え、これ悔しいね、これちょっともう一回歌っていい、これ京香がそんな歌ってるならちょっと悔しいわ、私全然歌えないじゃんね、滑舌が悪いんだよね、そもそも滑舌が。チート、ギフテ、アラウドウォンテ、キンキー、キンジテ、明らか盲点、反則、異次元、この世のもんではないね、つもりで、それ聞いてないって、えい、ライバル口を揃えて、う、ライバル口を揃えて、バグで、マグで、見た目の絶対、マジで、これはもう全部のまみで。It's not me, it's not me, yeah, 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 bing, bang, bang, bing, bang, 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 bing, bang, bang.バンバンバン、実力発揮しきる前に相手の方がバックれてくらし、赤いキルハードルベリーハッピー、明らかにダントツでピカイチ、相変わらずダッピーしてる毎日、だろうなんの日かにもいらないお前のアイスより愛しい、俺パッと見できないいいことばかりだけどベリーハッピー、呆れてる呆れてる周り恵まれてる家族友達、もう反則的だち一味の俺マスターじゃない、教科書ない問題書にない超バッドなマジない、鏡よ鏡答えちゃって Who the best? I'm the best on、oh, yeah、 生身のまま行けるとこ待って To the next to the 一番上、シンジブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、 To the next to the 一番上、エイデイ俺のままでいるだけでちょフレックス、エイデイ誰も口を挟まない、エイデイ俺のままでいるだけでちょフレックス、エイデイ誰も口を挟ませない、学歴もない前科もない余裕で、この存在自体が文化財なんです、わかんないここは、え、でもでもさ、でもここまでは割とできてるくない、どう、いやできてないけどできてるくない、割と滑舌めっちゃ悪いけど割とできてるくない、え、なんか落ちたよね今、
ひなこ的にはできたと思うんだけど。え、だよね、できてるよね。俺の名の日かにもいらない、お前の愛すように愛し、パッと見できないことばかりだけど、ベリーハッピー、あ、切れてる、なんとかかんとかで。悔しい、これ歌えるようになりたいね。これ歌おう、紅白。思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌い笑う顔が鮮明だ。君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっとも君の夢の中、もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいんだ、もっと騒げ怪獣の歌、また消えない夢の歌となえて、君がいつも歌う怪獣の歌、また消えない、口ずさんでしまうよ。思い出すのは君がいた、ギター持ってる君がいた、忘れられないんだよ。だから僕が歌うよ。でも最後に見たいのはきっとも君の夢の中、もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいんだ、もっと騒げ怪獣の歌、また消えない夢の歌となえて、君がいつも歌う怪獣の歌、また消えない、口ずさんでしまうよ。落ちてく過去は鮮明で、見せたい未来は繊細で、過ぎてく日々には鈍感な君へ。落ちてく過去は鮮明で、見せたい未来は繊細で、過ぎてく日々には鈍感な君へ。ねえ、もっと騒げ怪獣の歌、また消えない夢の歌となえて、君がいつも歌う怪獣の歌、また消えない、口ずさんでしまうよ。ねえ、僕ら眠れない夜に手を伸ばしてまた伸ばして、そんな気分でいたいのにな、懲りずに手を伸ばして、また伸ばして、そんな夜に歌う怪獣の歌。これ怪獣さんの歌。騒げ怪獣の歌、また消えない夢の歌となって、っていうね。 K-POP
K-POP？ K-POP むずない。K-POP は。これとか。ヘップはさ、カラオケで歌わなくない？マジで焦っちゃう。見つめるだけで何もできないベイ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 。そしてその名前呼び捨てベイベイ。知り合う前なのにね、どんな服も素敵にコーディネート。鏡の中君とファッションショーショー。今度クソトークトーク私からの違うけど違うだけで思う。なななななな な, な口ずさんで見た Sweet Love Song。ねえどうしてそれだけで涙が出そう。 I love you so much。 大人ぶってみたってダメね。心のディスプレイいつも泣いてる絵文字。せよしよう思うほど溢れ出すラブ溢れて baby TT just like TT。 気づかないふりやめてやめて。 I'm like TT、just like TT。 Tell me that you mean my baby。 見た目を標準点可愛いのにだって褒めてないし baby baby baby。 落ち込んででもなんでお腹はすくの甘いしケーキアディケイティブ。ダンメンメンメンぬいぐるみをこてにして引きこもってタイム意味のタイム今日は流れ。お肌の調子もノクックネガティブ一人ごとブーブー。ママ心配をずっとイェイ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 。ナナ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 。お気に入りだった Sweet Love Song。 気分逆なってイライラって爆発しそう。 I love you so much。 大人ぶってみたってダメね。君のリアクション次第で気持ちアップアンダウン。今待ってない非常事態止まらない。ラブ止めてよ baby TT just like TT。 振り回すのはやめてやめて。 I'm like TT just like TT。 Tell me that you mean my baby。 私を知らないまま誰かに恋したら嫌だよ。今度こそトークトーク私からの違うけど違うだけで Oh no。 大人ぶってみたってダメね。心のディスプレイいつも泣いてる絵文字。制御しよう。I'm not TT, I'm just a TT. Better let you be my baby。 K-POP はむずくない？ K-POP はむずくない？違うけど違うだけで思う。なななななな な,
え、てか待って、先生。気づかないふり。やめて、やめて。演歌。これかな。多分すぐ切る。いつものように幕が開き、恋の歌歌う私に届いた知らせは、黒い縁取りがありました。あれは3年前、止めるあなた駅に残し、動き始めた汽車に一人飛び乗った。ひなびた街の昼下がり、教会の前に佇み、喪服の私は祈る言葉さえなくしてた。わかんない。ツタが絡まる白い壁、細い影長く落として、一人の私はこぼす涙さえ忘れてた。暗い待合室、話す人もない私の耳に、私の歌が通り過ぎてゆく。いつものように幕が開く、降り注ぐライトのその中、それでも私は今日も恋の歌歌ってる。ちょっと待って、笑っていいかな。さすがにさ、これ歌ってるのびっくりだよね、みんなからしても。えって感じだよね。私もびっくり。カラオケに行って歌わない、なんならこれ初めて今歌った。恋の歌歌う、届いた知らせ。面白いでしょ。いつの歌だろうね、これ。わかんないかも。何年か前。童謡？童謡って読むのこれ。なんて読むのこれ。これかな。え、なんかさ、森田さんのさ、替え歌みたいなのあったよね。
ある貧血森の中館長クマさんニンニクルイヒ森の中クマさんに出会った花咲く森の道クマさんに出会った一人ぼっちの私は何これ、知らない、え、知らない、やめていい、知らないから、普通のやつじゃないか、なんか違うと思った、え、知らない、替え歌、え、なんかさ、しかもあれらしいよ、ある貧血とかさあるじゃん、なんか地域によって替え歌のあれが違うらしいこれなんか小学校の時とかに知ったんだけど確か、え、なんか小学校だったっけな、なんかね中学校だったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかえ、あ、でもあるじゃんそういう替え歌が、ある貧血森の中館長クマさんニンニクであったんこぶ花咲くもみたいなやつあるじゃん、え、それね違うの、地域によって違うの、その花咲くからが違うの、花咲くから違うの、なんかね一回ねみんなで合わせて、合わせてじゃん、なんか他の人の聞いたらえ何それみたいな、地域によって違うんだよあれ絶対、びっくりじゃない、これ歌うふざけて、え待って、あともう5分したら何分も、私が私のことを愛して何が悪いの、嫉妬でしょうか、痛いだとか、かわ届きませんねそのリプライ、大好きなお洋服大好きなお化粧でお決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう、日傘持ってポーチだって幸せだもん、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん、道徳でごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねざま、うざいよねこの曲、私がだったら、私が歌ったらめっちゃうざくない？なんか声とかさ、そう癖が強い。あなたはあなたのことだけどうぞ私に干渉しないでください、恋は友をよくと言うけど届きませんねその陰口、重い厚底ブーツお気に入りのリュックで崩せない前髪くしでといて、お出かけしよう、軽い女ふざけんな、重すぎるつの、ちゅー可愛くてごめん、あっあっ、ふざけてたら帰ってきた弟が、待って待って、今向こうに移動する、あもう出る気よ、あ、ほんと、うん、あ、と、あ全然回ったわ、美味しかった、うん、だ、出しといてそれだけ、うん、洗うけん、そう、弟兄弟の会話すぎるね本当だよね、ざわ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 
ないでしょ。かわいいっしょ。家族だと法人出る感じ。うーん、でも確かになんとかだけんとかは出るかも。でもそんくらいだよ、なんとかだけん。ねえ、しちょったんじゃんとか言うな。でも主張、髪の毛染めたいな。暗く、どうしようか。ちゅうかわいくでごめん。どうしようかなって今悩み中。また49分だ。私が私のことを愛して何が悪いの、シンプルでしょうか。それではランキング見ますね。13位、一点ガールさん、ありがとうございます。12位、メソさん、ありがとうございます。11位、幻さん、ありがとうございます。危ない、出そうだった。10位、コーラルリーフさん、ありがとうございます。9位、メバルさん、ありがとうございます。8位、WY さん、ありがとうございます。7位、タカさん、ありがとうございます。6位、カピオジさん、ありがとうございます。5位、ユウヤさん、ありがとうございます。4位、ハラチュン、ありがとうございます。3位、ノリさん、ありがとうございます。2位、高見のタカ子さん、ありがとうございます。そして1位はダミチンさんでした。ダミチンさん、ありがとうございます。ダミチンさん、ありがとう。皆さん、今日も2時間ぶっ続き配信見てくださってありがとうございました。今日は料理をみんなの前で初めてお見せしましたけど、どうでしたか？美味しかった？美味しかった。てかさ、化粧してたらさ、 TikTok ライブもしようと思ったのに、化粧してないからさ。また明日も多分同じ時間からになるんですけど、それはまたお知らせしたいと思います。きっと同じ時間、そうね、5時半、5時半ぐらいからできたらいいけどな。でもまたお見せし、お見せじゃない、お知らせしますね。ショールームは家族、 TikTok は友達。そう、ほんとそう、ほんとそうなの。ここはもう家族って感じだから、もう何でもできちゃう。あ、先生から来たよ。ということで、明日も学校頑張ります。応援してくださってありがとうございます。明日もよろしくお願いします。じゃあねー。